どうもーカゲヤンです。今日はですね、えー、僕がやりたいこと目標についてお話ししたいと思います、えー、お金に、ね、制限がかかることなくですね、えー、自由にね、えー、自分のやりたいことができるとしたらですね、えー、僕がやりたいことを今考えてるんでいうとまあ大まかに言うと3つですね3つやりたいと思ってますでこの ネーミングは、ね、僕が勝手に考えたものなんですけど一つがですね「こ、えー、ども自由広場」というところでこれは何かというとですねまああのお子さんを預かる場所であったり、まあ、いろんな要素があるんですけども最初これを思いついたのはですね「子ども食堂」ありますよね「子ども食堂」といって、えー、お子さんがこう無料ですかね無料か えーまあ、100円ぐらいで1食食べれるような場所があるというでお,お子さんを預かっている場所みたいなイメージがあったんですけどその子ども食堂という、えー、話を聞いてからですね僕はこういうのをやりたいなというふうにこう思ったんですね。で、えー、それはですね子どもさんをまあ預かりますよね。ほんで食事も えー、もちろん子ども食堂なんで子ども食堂のように食事もこう取ってもらう場所であって預かる場所でもあってで、あのー、本ありますね本をこう置くというところでほんでえー、外側から見ると会員制の、えー、子どもの書店ということになります。で、 えー、今のところね、中,中古というか、その古本か新刊本を置くかっていうのがちょっとそこら辺はちょっとまだ考えてないですけども、とにかくその本は読み放題ですね、えー、その場所では読み放題でですね、で小学校6年生までが入れる、対象の本が置いてあって、ですねで子どもも預かって、ですねで、食事もできる。で えー、会員制なんでね、1ヶ月何歩、えー、1ヶ月1000円で、えー、その預かることをしますというところですね、そので何時ぐらい迎えに行きますっていうのに、それに基本的に対応するというところで、で、えー、っとですね、その、夜通しちょっと夜勤とかになってくるとちょっと難しくなるかなと、今のところ考えてるんで、まあ、 てっぺんですね12時ぐらいまでに、まあ、迎えに来てほしいっていう形で取っていくで、えー、会,員せ会員制の、えー、本,本屋さんで1,000、えー、円払えばそうやってもう自由にこう預かる状態にするということをこうやる場所ですねほんで他にちょっといろいろ考えてはいますけどもそ,のそれでこう回していくと。 でえーまあ、寄付を募ったりとかですねいろんなことをしながらですね、えー、保育士さんを雇,う雇ってですねで食事もこうできるようにしてで、えーまあ、基本的には本屋さんなんですけども、えー、食べるところもあるとで例えば親御さんと2人で来た時にだから1日2食、えー、無料で食べれる券を渡すと券というかそういう権利があるという状態にします。でえー、例えば昼ご飯を お母さんとその子供でこう食べに来本買うなり買わないなり何でもいいですけどで、まあ、無料で無料というかその会員制なんで1ヶ月1,000円払えば毎日来れるという状態ですねでそういうものをこう作っていってですね、えーまあ、あの働いている方でこう扱ってほしい方のこう役に立てればいいかなというふうに考えております。 で、なぜこういうまあ言うたら僕のお店ですねお店にこうお子さんを連れてね来られるお客さんお母さんがですねお子さんを連れて来られる方を見ていてですね本当はお子さんを預かってほしいけども預かってくれる人がいないのでうちへ来て僕のうちはお子様連れ大歓迎なんですけどもそれは全然いいんですけども、えー、お母さんは子供だからその。 こう色々泣いい泣泣たたりり途中でね泣いたりとか色々こうあってやっぱり子供のことが気にかかってせっかくこう,うちの僕の施術を受けてもですねこう落ち着いて受けられないかなと思ってそういう時預かってくれる場所があればいいだろうなっていうところからえそ,のそういうお客さんのお母さんのお客さん来てるところからですね発展させてそういう。 場所を子ども自由広場というね、えー、場所を作れたらいいなというふうに考えております。本当はですねもうちょっと、えー、細かく考えています。ただこ,のここではちょっとなかなか言えないですけどそういうことを考えているとそれが一つ。でもう一つ「えー、和鴨瀬寺子屋」っていう「和鴨瀬寺子屋」というところを作りたいまあ言ったら、えー、僕のお店が和鴨瀬っていうんですけどお寺みたいなもんですねお寺のちょっとこうちょっと変えた感じ。 ですね、お寺いるともうちょっとこう大変大変なことをされてるというかそういうえ住職さんがいてっていう場所ですけどもうちょっと気楽な感じでえ来れる場所でですね、えー、そこでこう考えていることがですね、えー、まあ瞑想道場というような道場をしてみたりとかですねちょっとプチ断食のそういう ことであったりと,かあとまあ住職さんで僕仲いい人今んところい,ない,いないんですけども、えー、仲の良い住職さんができて信頼できる住職さんができるとその人に講話をしてもらったりとかですね、えー、そういうことですねまあ大まかに言うとそういうとこで、えー、ちょっとその修行じゃないですけど何日間かこもってこうやるような場所であったりとかそういう、えー、ちょっと厳しめな、えー、ことをする。でもその まあ住職さんがやってきたような厳しい修行ではなくてもうちょっとこうライトなこう修行ができる場所みたいなものを作りたいなというふうに思っています。というのは僕がこういうものがあればですね自分が行ってみたいなと思ったんでそういうものを作ってみようというところで今考えているのが「我が安世寺子屋」。でもう一つは「小劇場」ですね。小劇場の建立これはえ僕は今こう23年後ぐらいからですねアナーキーポケットというねえ演劇コントグループの、え。ー 活動を、ね、またこう再開しようと考えているんですけどもその小劇場をこう作ってですねそこでいろいろやるということと小劇、えー、場というもの自体が出てですね 劇場自体が少ないと思うんでその大劇場みたいなホールみたいなところはありますけども小さいところですね小劇場としてこう、えー、演劇をやってる方とかねあと僕が考えてるのは落語家さんとかですね、えー、この辺は難しいかもしれないんですけども落語家さんとかお笑いの方とかそういう方がこうライブするような形の場所であったりとかそういうものをこう作れたり、まあ、演劇をする場所であったりとかいうところでこうやっていきたいと。 いう,ふうに、えー、考えておりますでこれがね、えー、僕が今考えてる、まあ、お金に制限を感じることなくできるのであればやってみたいこととしてはこの3つですねだから「えー、子ども自由広場」えー、と「我がんせ寺子屋」と「小劇場建立」と。 えー、これに向かってねやるためにはですね僕がかなりねこう影響力を持つというかそれなりにやっぱお金ももちろん稼がなあかんし、えー、影響力を持って何か動かせる状態になるまで持っていかなあかんですよね。でそのためにこう頑張らな頑張らなあかんというかやっていくんですけども、えー、どこまでできるでしょうかというところでこれへんができたらまあまあ僕の人生としてはまあまあ満足かなと。 いうところであります。そこまでは、えーまあ、努力し続けるというか、えー、続けるということですねいろんなことを活動をずっと続けるということをしていきたいと思いますということで今日は僕がやりたいこと目標ですねについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます